はいどうも、発狂マシンガンナースです。今回はメンテ開けたぞということでやってまいりました。ということで見ていきましょうか。まあ、習慣をやっていくんですけど、無料でもらえるのパーマ来ました。無料パーマ来た。習慣 FP、 まずパーマ見ていくか。来たー、いいですね。ということでまずはちょっとパーマ見ていきましょう。全員もらえるということでいいですね。まあ、身長189高めで左利き、チャンスメーカーで、まあ、ポジションいい感じできますね。で能力こんな感じ。ボルコン、ドリブル、ボールキープ、しっかり高いですね。で、パス回って、蹴ってる、この80乗ってくる。スピード、瞬発も高いな。強くね。キック力も回るし。普通に使えそう。まあ、ボディコンがちょっと気になるかもしれんけど、いい能力してますね。無料でこれなら、まあ、十分いいんじゃないかなって感じで、ブースターテクニックプラス3と、まあ、ライブアップで A の敵に最大の効果発揮ということで、いいですね。まあ、スキルがちょっと微妙か。まあ、でも、無料でこれならまあ悪くないんじゃないかなって感じで、まあ、今回習慣 FP やっていきましょうか。まあ、他は何も来てないのかな。うん、何も来てなさそうですね。ということで習慣 FP、 まあ当たりランキングなどやっていきたいなと思います。というかビニシウスちょっとやばそうな見えてるけど、これ大丈夫？ちょっとやばそうなやつ見えてますけど、やっていきたいと思います。ということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやっていきましょう。まあ、今回はね、最後にちゃんと当たりランキング発表できたなと思います。前なんか興奮しすぎて当たりランキングあんま言ってなかったんで、まあ、今日はちゃんと言っていくんで、ぜひ最後まで見ていってください。ということでデブライネ見ていきましょう。これ総合値100乗るんじゃない？うん、乗りそうや。チャンスメーカーで CMF、OMF できるよと。で、能力こんな感じ。ドリブル系しっかり高いね。ボルコンは90で、まあ、パスめちゃくちゃ高いね。ただフラパは100乗らんのか、これ。99止まりっぽいな。残念やな。マジか、100乗らんのか。乗ると思ってねんけど、これ99よな。ここにチムスタプラス2で99ですね。ちょっと残念やけど、決定力結構高いね。うん。で、カーブもあって、まあ、スピシュンはちょっとあれやけど、キック力もあるし。普通に強そう。逆足精度も最高ということで。普通に強そうですね。で、パスプラス3。まあ、これは予想通りやね。うん。グラパ、フラパ、カーブ、キック力が最大3上昇。で、スキルは足裏ミドル、ワンパス、ルーパー、バックスピン、ロー、ピンポイントグラス、アウトスピン、スパサブと。まあ、普通にいいスキルを持ってるんで。まあ、デブライネ普通に強そうやけど、まあ、フラパちょっと100乗ってほしかったよね。これギリ乗らんっていうね。ちょっと残念。ただ強そう。まあ、僕ちょっとデブライネ持ってないんでこれ欲しいですね。ということで、お次、ビニシウス。これやばそう。CF 登録でブースターついてます。ちょっとやばそうですね。画像もかっこいい、これ。と見ていくと、ラインブレーカー。これやばいんちゃう？能力こんな感じ。ボルコンドリブル90乗ってくる。素晴らしいな。で、ボールキープも低くなくて、まあ、パスも監督適性高い状態で80乗ってきて、決定力めちゃくちゃ高い。95まで行くんじゃない？まあ、カーブも79ぐらいになってきて、スピードも90は超えるね。瞬発96ぐらいって、キック力はまあいい感じに高くて、まあ、フィジカルもまあ69ぐらい。で、ボディコンも80あるって感じで。ビニシウス強くね、これ。やばくないか、これ。で、ブースターシュートプラス2。いやー、ここボールキャリーとかやったらやばそうやったけど、まあ、シュートも悪くないですね。ボルコン決定力、キック力、フィジカルということで。これビニシウス相当熱いな。いや、これやばいな。一番当たりかもしれん。ダブタイらしく足裏で特殊ダブタできて、ライジングワンシュースルーパート。素晴らしいな。ワンシューついたんやんな、これ多分。って感じで、これビニシウス激アツですね。いや、ビニシウスにブースターつけるのさすがすぎるな。ということで、次、ラウタロ見ていきましょう。ライブレ。能力こんな感じ。まあ、足元系はまあまあで、まあ、決定が90乗る感じ。まあ、スピード80で、うん、まあまあまあ、逆足は最高高い。で、スキルはルーレット、ヘッダー、ドロップ、ミドル、ワンシューぐらいか。で、お次、どんなルーマ、これ注目。見ていきましょう。どんな能力だ。まあ、コラプシング、ディフェクティングがしっかり高いけど、GK センサー90は乗らない。キャッチング、クリアリングもまあまあって感じで、まあ、弱くはないと思うけど、過去のドンナルンマと比べると、まあ、そんな変わってないんかな。過去最強ではないのかなと思うけど、まあ、普通に強いですね。ここでお次、アントニオシューバー見ていきましょう。ビルドアップ。足元はまあ普通にある方で、まあ、守備機は全部86は超えてくる感じになるかな。で、スピシュは80あると。フィジカルもあるんで、まあ普通に使えそうやけどね。まあ、スキルがちょっと少ないけど、まあ、ワンチャン使えるぐらいかな。で、お次、ラフマニ見ていきましょう。ブースター付きですね。オーバーラップ。あれ？何が上がってんの？あ、フィジカルか。そうなんや。一番微妙なやつが上がりやがった。ディフェンス気上がるやつやったらね、強かったのに。まあ、ただ、ディフェンスエンボール出したらしっかり90超えてくる感じで、まあ、スピションもまあ70は超えてる。で、まあ、フィジカルがもうめちゃくちゃ高いね。って感じで、まあ、普通に強そうやけどね。ワンパとか、ブロッカーマンマーク、エアバトル。まあ、普通に良さそうですね。
で、お次ベレンゲル見ていきましょう。適正いい感じにあって、お、足元高いですね。ドリブルしっかり92あって、まあ、決定後80は超えてるよと。でスペシュもいい感じにある、普通に使えそう、うん、逆足最高最高、これいいですね。でダブタコンカワンシュワンパスルーパー、え強くね、普通に使いやすそう、スキルも揃ってるんで全然ガチスカにも入ってくるレベルなんじゃないかなと。使用感めちゃくちゃ良さそうやけどね。ということで次ルークデヨング見ていきましょう。ターゲットマンですね、まあ、決定力ヘディングめちゃくちゃ高いね、うん、って感じで、まあクロスゲーするならまあいいんじゃないかなって感じですけど、ワンパスルパ持ってるんや、悪くないね。なんか使い方によっては面白そう。スパサブもあるんでちょっと使ってみたさあるけどね。ちゃんと点決めてくれそう。後半から出せば確実に1点取るぐらいのなんかいい能力してますね。次アドリ見ていきましょう。身長186とチャンスメーカー、ドリブル系まあしっかり高くてパスもあって、まあ決定分は79ぐらい、まあスペシャルあんまないんか、うーんって感じで、まあ、ダブタルーレット、足裏ミドル、スルーパーアウトスピンとかあるけど、まあスピシュンがちょっと厳しそうかな。うん、まあ CMF でワンチャン使えるかなってぐらいか。で、お次ロペス見ていきましょう。ラインブレーカー。ドリブルは結構高くて、結局しっかり90乗ってくる。まあスピシュンもあるって感じで。まあアウトスピンのみか、じゃあきついな。じゃあきついわ。で、ラスト、オペリ見ていきましょう。サイドバック。足元は結構高めで、まあ守備がちょっとあれか。ただスピシュンはあると、まあ、ワンチャンぐらいかなって感じで、今回の週間、まあ、ランキングっていくと1位やっぱビニシウスになるんじゃない、これはさすがに。いやこれ相当強いでしょ、週間のレベル超えてないか、これはやばそうですね、うん、ワンシューとかも多分ついたんでめちゃくちゃ良さそう。で2位はまあデブライネになってくるかな、うん、いい能力してますね。ちょっとスラパが100乗ってくれたわね、めちゃくちゃ面白かったのに、そこだけが残念やけど、まあ普通に強そうって感じで、まあ3位はどんなルンマになってくるかな。まあエピックの強いキーパー持ってたらちょっと変わってくるけど、まあ普通に強そうですね。で、まあ4位は、まあベレンゲルになるかな、僕的には。うん、結構使用感良さそうなんで、まあ第4位にさせてもらいます。まあ逆足も最高最高やから。で、まあ第5位まで一応言っとくと、まあラフマニーになってくるかな。うん。まあ普通に使えそうって感じで、まあスキルも優秀なんで、まあ、全然いいのかなって感じで、まあ、上位はこんな感じですね。ということで、まあ、今回のガチャ引くべきかと言われると、引いてもいいとは思うけどね、このビニシウスが俺結構強いと思うよね。これやばくないか？僕的に結構やばいと思ってるんで、まあ、ビニシウス欲しい人は全然引いていいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、根下がないのはあれやけど、まあ、ワンシューついたのはでかいって感じで、まあ、ドンナルンマとかキーパーも補強できるし、まあ、全然悪くないガチャにはなってるんじゃないかなと思います。ブースターついてからなんか習慣いいですね、うんって感じで、もうこれからも楽しみですね。はい、ということでラストねガチャ引いていきます。せっかくなんで、まあ、狙いとしてはビニシウスとデブライネ、まあ、デブライネ持ってないんで俺欲しいよね、ということでお願いします。マジで欲しいです。ビニシウスあれやばいです。いやデブライネも俺ちょっと欲しいよな、マジで持ってないよ、使ったことないレベルなんで。え、これデブライネじゃないか。ブースター付きのラフマニありがとうございます。まあブースター付いてるんでなんか嬉しいですね。さあ2回目行こう。さあ来い、さあ来い。いやーこれちょっと色がダメだ。アントニオシューバーですね。ラスト1回、まあ無料分あるとはいえとりあえず今日はラストということで、ちょっとビニシウスかデブライネマジで頼む頼む、マジでお願い。さあ来い。え、デブライネ歩くね。ちゃう、もうダメだ、ゴミ引きです。対戦ありがとうございました。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。